皆さんこんにちは、田中玲子です。今回は腰痛体操、それもですね、本当座った状態で簡単にできる方法を教えます。自宅のテーブルの椅子で、食事の椅子でも何でも、それからソファーでもいい、それともう一つはですね、オフィスでもどこでもできるんですよ。ですから電車の中でもひょっとしてうまくできるので、ぜひやってみてください。簡単ですよ。だいたい腰痛はウエストのすぐここで、腰骨の下の方で、腰痛4番5番あたりでよく起こるんですよ。だから痛たたたってここが起きるんですけど、でも原因は割合こちらにあるんですよ。ここからここまで、ちょうど背中の真ん中あたりからウエストあたりのここの間の筋肉をほぐすことが結構腰痛予防なんですよ。これを皆さんぜひ心がけていただけると思います。まずはですね、こういう形で座ってます。少し椅子をちょっと 浅めにします。まず、いいですか、ここウエストのこの後ろ、今言ったほぐすんですよっていうところ、はい、ぐーっと丸めます。こういう形です。でこうやってちょうど、ね、丸めて、いいあたりを後ろにって形ですね。ここですよ。それから、はい、はい、今度はこのあばらの下を出す、こういう形です。でここが、はい、きれいに反る。で今度は、はい、後ろに出す。こうやってここからここまでを、はい、よーく意識してね、そこですよ。最初分からなくてもいいから、はい、ぐーっと丸、はい、ここね、ね、肩を丸めるというよりは腰痛の場合にはここですよ、ね、はい、丸めて、はい、ぐーっと伸びて、ね、ぐーっと伸びましょう。それから、はい、丸めば、ね、こういう形で、これできたらほとんど会社どこでもできる。下手したら電車の中でもできるんですよ、ね、これはバレない。で自宅だったらもうこうってやるとかね、もうぐーっと腕までつけてやるとか、こういう形で、ね、こうやってできるんだったらこんな形取りましょう。できなかったら簡単ですから、ね、はい、伸びて、はい、曲げてでやります。ゆっくりと繰り返す方が効果的です。それともう一つ、今の場所をねじってほぐす。この場合にはまず、はい、片手は膝の内側です。でこれで体をグーッ落とします。こういう形ですね、こんな形で、はい、それで今度反対を、はい、こちらこの辺で、ここがねじられる、こういう形なんですよ。かな、はい、ねじる、分かりますか。これが押さえてね、ぐっと肩じゃなくて、はい、でここの背中がねじられる、こういう形なんですよ。ですから、それでちょっと背中を見せましょうか。こういう形でやると、はい、ここです。うん、ここがねじられる。でこちら見ると、はい、ぐっとこんな形でねじるですよ。はい、ゆっくりとぎゅーね、これも、はい、反対を、で手の位置って言ったら、まあこれを見たらわかるかな。こうやってこうすると、どんどんここですよ。こんな形で、で反対をね、そうするとこうなんですね。少しギュー、あ、気持ちいいですよ、これ本当気持ちいいの。 できるだけ、できる限界まで、できこれを繰り返してると本当に腰痛予防、それから腰痛が起きた時もこれを無理のない範囲でやるんですよ。で腰痛が起きちゃったらね、痛くなる手前まで回しましょう。ですから、ね、もう普段からやる、でも腰痛が起きちゃっても無理がない範囲をやっていただくことが大切なんで、ぜひここからここまでをほぐして、ね、腰痛予防、それから腰痛起きてしまった場合の対策として、ぜひ お使いください。やってみてくださいね。お試しください。チャンネル登録してね。